さい、キリト。来てくれたんだ。うん、そうよね。早くスキルを上げないと。なんでもないの。気にしないで。さあ、早く始めましょう。うん、今飛んできたのって、急に冷ました刀が割れて破片が飛んできたのね。自分に向かって飛んできたのは初めて。うん、ありがとう。でもこんな低レベルの火事で失敗しちゃうなんて。うん、やっぱり火事スキルがバグって消えちゃったせいだ。消えたスキルは上げ直せばいいなんて軽く考えていたけど、うん、分かっちゃった。やっぱそう見えちゃうか。お得意様にまた逃げられちゃってさ。まあスキルがないんだから仕方ないよね。命を預ける武器をヘボカジアに作らせるなんて自殺行為だし。有り余っているわね。入っていた呪文はキャンセルになっちゃったし。出かけるって、どこへ？あ、ちょっと待ってよ！ここって、なんだか落ち着く場所ね。
戦闘スキルはあまり人に知られたくないものだものね。でも、そんな場所、私に教えちゃって、よかったの？レジャースポットっていうのも楽しそうだったけどね。でもここで十分だよ。っていうかここに連れてきてくれて嬉しい。ありがとうね、キリト。しちゃうよ。こんなことするのは特別な人だけにするものだよ、キリト。何よそれって。私がキリトにとってその特別な存在ってことだよね。そんなことだとは思っていましたよ。いいに決まってるもの。でも私がまた落ち込んでたらまたあの場所に連れてってくれる？
約束だからね。それじゃあ、今日はありがとう、キリト。またいつでも来てね。ちょっとだけ頼まれてくれない？これをアスナに届けてほしいの。ちょっとした町のクエストで手に入れたものなんだけど。疲労回復効果もあるみたいだし、アスナに飲んでもらいたいのよ。あの子、最近大変そうだしさ。アスナは部屋にいるみたいだから、よろしくね。仕事の邪魔しちゃってもいいから、ちょっとあんたが話聞いてあげなさい。じゃあ、ごゆっくり。56層のドロップ品が確か代替えアイテムになったと思いますと。はい、メッセージ送信。この案件終了。指揮系統がいろいろ混乱しててね。まあ75層以下は本部管轄で、私の取り仕切りは76層以上だから、そのうち落ち着くとは思う。訪ねてくるなんて。この香りってカモミールティー？うん、もちろん本物とは微妙に違うけど、制作者の意図としてはそうだと思う。
なんだ。もしかしてリズ、後でお礼言っておかないと。ちょっと一息つけたよ。ありがとう、キリト君。のサブリーダーやるわけにいかないとか言ってね。でもキリト君のことビーターだなんて悪く言う人もうこのゲームの中にはいないよ。むしろみんなキリト君のこと尊敬してる。キリト君がいなかったら私たち76層まで来れなかったもの。冗談だってば、キリト君。肩書き上ギルドに所属してるとはいえ、ほとんど部外者のキリト君にいきなり副団長を任せるなんてしないよ。それに副団長をやれだなんてただの押し付けだよね。